1986年春、三菱スタリオンの新しい挑戦が今始まった。全日本ツーリングカー選手権は今年で2年目を迎える。このレースはグループ A 車両によって競われるレースで、年間6戦、人と車の熱い戦いが繰り広げられる。参加車両はプロダクションカーをベースに指定の範囲内で改造されたレーシングカーである。つまりこのレースはノーマル市販車のポテンシャルをかけた戦いである。それだけに各メーカーのこの戦いに寄せる期待と情熱は凄まじい。チームラリアートのエースドライバー高橋邦光、その卓越したテクニックと冷静な判断力には定評がある。そして今国内の若手ドライバーの中で最も実力のある中谷昭彦、このベテランと新鋭が三菱スタリオンを勝利に導くか。このレース、三菱スタリオンは中盤から猛チャージをかけ40周目で8位、チェッカーフラッグは5位、まずまずの出足で第2戦への期待が膨らんだ。4月26日、第2戦は宮城県のスポーツランド菅生に場所を移した。ここで三菱スタリオンは予選ラップ1分0秒09をマーク、初のポールポジションを奪った。しかし翌27日、深い霧が立ち込め29台のマシンはスターティンググリッドについたまま勝負は延期となった。第2戦の決勝は3ヶ月後の7月27日、前回と同じスポーツランド菅生。路面温度50度、真夏の太陽がサーキットを容赦なく照らす。この過酷な条件の中で熾烈なせめぎ合いが予想される。三菱スタリオンは初のポールポジションでのスタートだ。スタリオンは終盤見事な粘りを見せ、早くも3位に入賞。第3戦は8月31日、会場を筑波サーキットに移した。
このレースにチームラリアートは初めて2台のスタリオンを出走させた。カーナンバー2にはツーリングカーの名手小畑栄、そしてオーストラリア若手ナンバーワンドライバーブラッドリー・ジョーンズがハンドルを握る。観客は23,000人。筑波サーキット開設以来の記録を達成、グループ A の人気をうかがわせた。1時47分カーナンバー50長谷見太刀組、そしてカーナンバー5高橋中谷組の2台が先陣を切ってスタート。始まって8周目、それまで長谷見組の後をぴったりとマークしていたスタリオンはここで一気にトップに躍り出た。3時18分スタート後1時間30分、周回80周目、ここでピットが動いた。ドライバーは高橋から中谷へバトンタッチ。ピットクルーにいつも以上の緊張が走る。この間に2位を走っていた和田組がトップに立ち、予断を許さない一騎打ちとなった。4時18分、2時間30分にわたる男たちの対決にピリオドが打たれた。89周目に和田組を捉えた三菱スタリオンがそのままゴール。シリーズ初挑戦にして堂々の栄冠を勝ち取った。高橋中谷に会心の笑みがこぼれる。ジョーンズ小畑組は初出場にして5位と健闘を見せた。第4戦は開設間もない西仙台ハイランドレースウェイで開催された。秋雨前線の影響で折りやすく雨のレースとなった。三菱スタリオンは菅生、筑波に続き3度目のフロントローでのスタートだ。レースは雨による影響と凹凸の多い路面、初めて走るコースなど悪条件が重なり、トラブル続出の荒れ模様の展開となった。第5戦は秋晴れの富士スピードウェイにその戦いの場を移し、国際ツーリングカーレース、つまりインターテックの名で開催された。国際レースとあってスタンドは6万2000人にも膨れ上がった。世界の名だたる強豪をひしめく中、カーナンバー2三菱スタリオンはボルボ、BMW、ベンツ、コモドール、トヨタ、日産などを抑え予選第2位。素晴らしいパフォーマンスで再びフロントローでのスタート。
イナルラウンド第6戦は11月30日三重県鈴鹿サーキットでその幕を上げた。三菱スタリオンは予選第2位、5回目のフロントローでのスタート。フィナーレ戦とあって各社持てる力を目いっぱい出し切るというまさにデッドヒート。中谷組は終始快調、パワフルな走りを見せ2位でフィニッシュ。全6戦を通してポールポジション1回、2位4回と三菱スタリオンのパワー、高速安定性を遺憾なく発揮、ノーマル市販車のポテンシャルの高さを実証した。そして限りない明日へ向かって、その戦いは今再び始まった。